皆さん、毎度ニューヨークでビールのもりやってるヨシです。Hello everyone, I'm Yoshi, a beer の森 in New York. 本日はですね、焼酎を一本紹介したいなと思っております。焼酎は、大好きでよく飲むんですが、今まで一度も紹介してこなかったんですよね。でちなみにいつも飲んでる焼酎とは違うんですが、まあ、人からいただいた、まあ、結構貴重な焼酎をいただいたので、まあ、そちらを紹介していきたいなと思っております。本日ご紹介する焼酎はこちらです。はい、こちら用意しました。本日ご紹介する焼酎は松露酒造さんの特別蒸留原酒という焼酎です。で、こちらの焼酎はですね、宮崎県で作られている焼酎で、タイプとしては芋焼酎になります。で、アルコール度数が44度で、ここにですね、原酒となってるんで、おそらくなんですけど、そうですね、水を一滴も加えておりませんってなっています。焼酎でも原酒ってあるんですね。僕もあんま知らなかったんですけど、日本酒のね、原酒は何回も飲んだことあるんですけど、おそらく焼酎の原酒ってもしかして飲んだことあるかもしれませんけど、あんま覚えてないですね。はい、なんかね、こんなね、木箱に入ってね、すごいですよね。上等な感じがしますよね。で、今まで一度も飲んだことない焼酎です。はい、もう基本的に芋焼酎が僕大好きな焼酎なんで、すごく楽しみですね。今日はこの焼酎を飲んでみたいと思います。それではやっていきましょう。それでは早速飲みたいと思います。まずはですね、このままいただこうかなと思って、こちらにショットグラスを用意しました。そしてこちらは、一応こちらアイスが入ってるんですけど、まあ、アイスロックで飲もうかなと思っております。それでは開けていきましょう。まずはこの焼酎って色ついてるのあるんでしょうかね。あんまりね、焼酎の色って見たことないんですよね。これは、はい、無色透明で、香りの方がですね、すごいね、アルコールの香りがすごく上がってきますね。それと、さつまいものすごい甘い香りと麹の匂いがすごく上がってきます。それではいただきます。口に含んだ瞬間ですね、一瞬にですね、そのさつまいもの甘さがファーッと広がるのと、でですね、後味がですね、すごくこう苦めと言いましょうか、しっかりとしたアルコールの味がファッて上がってきますね。喉を通るときにちょっと喉が熱くなって、この辺の胸がカーッて熱くなる感覚がすごくよくわかる焼酎ですね。すごく美味しいです。でもこれ44度あるわけじゃないですか。例えば、ウォッカとかテキーラとか、まあ、ラムとか、ジンとかはだいたい 40% なんですよ。それ以上なんですよね。やはり焼酎の、その、なんですか、うまさなんでしょうね。それではちょっとロックの方でいただきたいと思います。ロックにすると味が変わるんでしょうか。いただきます。あ、すごいですね。ロックにするとですね、辛さが際立ちますね。口に含んだ瞬間の口当たりとかはストレートで飲むよりかはですね、まろやかになるんですけど、どちらかというと僕のイメージなんですけど、芋焼酎ってちょっと甘めな感じがするんですけど、これはすごい、なんていうんですかね、辛いですね。どっしりとした深いさつまいもの味わいというか、その焼酎の味わいがあるんですよね。ドンって構えた感じの味がしますね。まあ、ちなみになんですけど、僕はだいたいロックで飲みますね。はい。まあ、こういう風にして、そのままストレートで飲むという
ことはあんましないんですけど、だから先ほども言いましたけど、この色はあんま見ることがないんですよね、焼酎って。なのでまあこれからね、焼酎もし紹介することがあったらね、こういうのに入れてちょっと色とかも見ていきたいなと思うんですけど、いつもねこのグラスで焼酎飲むんで、まあ、色なんてねいつも気にしてなかったんですけど、まあ、色を見るのも香りを嗅ぐのもね勉強ですから、いや、いろいろやっていきたいなと思うんですけど、日本のビールを紹介するときもよく言うんですけど、やはり日本ってそのたくさん美味しい水が日本ってあるじゃないですか。それはやはり酒造りにおいてすごく強みだと思うんですよね。やはりビールにしても日本酒にしても、こういう焼酎にしても、ね、ウイスキーにしても、やはりその水っていうのはすごく大切なんで、だからね、綺麗で美味しい水があるというのは、まあ、日本の特権かなというふうに常々思います。ロックで飲んだ時辛さが上がってくるって言ったじゃないですか。もしかすると水が加わったことによって、あのすごくまろやかになりました。全く違うものになりました。あ、うん、全然違いません。焼酎はね、二日酔いとか、まあ、もともとあんま二日酔いってしないんですけど、あんまり起こらないですね。はい。日本酒とかの方が逆に、結構、次の日頭が痛かったりとか、まあ、飲んでる最中に頭が痛くなったりとかはすることはあるんですけど、焼酎に関してはね、うん、そこまで、まあ、多分、相性もあるとは思うんですけど、まあ、こうやって酒が、いろんな種類が飲めてよかったなと思って、ますね。強いてあんまり飲めないのが、シャンパンです。シャンパンだけはね合わないんですよね俺。あとは、好んでは飲まないのがジンですね。そうですね、非常に美味しい焼酎だと思います。原酒少しこうアルコール度数が高めで、結構強く感じる方はおられるかとは思いますが、本当に酒好きな方とか焼酎好きな方にはすごく美味しい美味しい焼酎だと思います。おそらくだからこうやってねストレートで飲むんじゃなくて、やはりこう水とちょっと混ぜた方が美味しさが増すのかなという気はいたしました。以上、特別蒸留原酒芋焼酎でした。ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビール飲む例のヨシでした。